28のあざ結び28のあざ結びとは、ロープの中ほどに大きさの変わらない輪を作る結び方。クリフォードは種類によって紹介された結びである。ロープを2つ折りにした状態で、1本のロープだと思って8のあざ結びを施す。すると1本のロープで8のあざ結びを作った場合の片端の部分に当たるところがループとなっているので、 ロープの中ほどに輪を作ったことになる。このほか一旦ロープの中ほどに普通に8のあざ結びを作った後、作った結び目の後を逆からたどるように銅端を動かして28のあざ結びにすることもでき、切れ目のない輪などにループを通したい時はこの方法で結ぶことになる。銅端に留め結びを施しておくか結び目の中に入れてしまうとほどけにくくなる。 止め結びと二重止め結びの関係が、8のあざ結び目と二重8のあざ結び目の関係に対応していることになる。二重止め結びより強度が高く破断しにくい。信頼性の高い結び目のため、登山での命綱としてしばしば用いられる。また、物体を釣り上げたり牽引するためにも用いられる。もやい結びと同様に船舶の軽流に用いることが、 あるが、水に濡れると溶きにくくなるという欠点がある。傷んだロープをやむを得ず、使わなければならないとき、傷んだ箇所が、ループの途中の部分になるように28の、あざ結びを作って、ロープが引っ張られても傷んだ箇所に張力がかからなく、するという利用法もある。ありがとうございます。